スケール。というか、オフィスがたくさん構えられてるから、どうせクロムウェルもここの辺に来るのかと思ったけど、来なかったな。そんなことはなかったわ。これだ。天才 AI 獲得だ。マドックスは変わってる。素晴らしい人だろ。それでセンティネルには苦戦したかい？なあ、センティネルの奴らにはちょっとした痛手を与えておいた。これで島民も喜ぶだろう。よかった。こんな小さな金属とプラスチックとシリコンだけど大いに役立つんだ。何かあったら教えてくれ。やっぱりこいつはなんか怪しいぞ。なんか怪しい。よし、じゃあこれでクロムウェル関連のミッションクリアで、まああと一人カールって人がいるんだけど、ウォーカーの部下か、シルバーバックってのは。まあそうだったらしい。ということは、まあ、ウルブスの一味ってことだね、これ。あれ、こいつサイレントマウンテン地方、凶暴な殺人鬼シルバーバック。ほうほうほう。この人はセンティネルによる死刑執行を貪欲にこなし、作戦ボード上はなんかウォーカーの部下に見えるけど、なんだろう、センティネルの用心棒的なやつなのかな。ちょっとこいつ探しに行こうぜ。そいつを倒すみたいな感じかなのかな。こんなあっさり探しに行けちゃうっていうね。シルバーバックが狙ってるその標的がサイレントマウンテン地方にいるのかもしれないんだわ。OK、じゃあトラベルして呼ぶわ。頼んだ。トラックはどこにリースするんだ。離れてる。離れてもなかった。これでね、山登りをするぞ。はいはい。登れるかな。岩肌ばっか。いける。よいしょっと、登れ。これが登れない。ちょっと一回こっちに。よいしょっと。なんか敵がおるぞ。いる？いた。やれ。インフォじゃん。インフォだ。見とこ。美爆の情報でもあれば。小型マガジンの情報だった。小型マガジンってどういうこと？いいことあんの？わかんない。リロード早いんじゃん。いや、 SMG はリロードというより弾をたくさん欲しいところだけど。まあ、はい。また氷河だ。氷河というか違うな。氷河早くなりますね。ああ、そうなんだ。なるほど。氷河っていうかこれ、ダム？え、ダム？ダムなのこれ？ダムではないよな。いや、向こうが水溜まってるかもしれない。それはあるな。あまりの寒さで凍ってしまったんだ。ちょっと花が咲いてるけど。本当だ。クラフトアイテムだったから拾ってこないと。バラ。バラ。なんでこんな氷の塊からバラが。
ああ、はいはい、ご苦労。ポンプ場です。ダムではない。ポンプかと、これ上に登った方がいい、先に。うん、どっから登るこれ。俺右の方から。敵に丸見えだわ、こんな場所じゃ。あいつやっちゃおうかな。ランロケットランチャー。あら、あ、よし。あ、ただ銃声を聞かれたな。ああ、まあ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 、警戒状態ぐらいなんぼのもんじゃ。あいつ俺にやらせ、250m やるわ。オッケーオッケー。え、 250? マジ相当距離あるんじゃない。頭当てるんだぞこれ。マジか。250なんか、なんか一人接近してるし。待って、あれ離れすぎたら地形が悪い。え、一人接近、あ、いたいたいた。マジか、250。250ヘッシュとかきついな。ぴったり250。弾道わかんねえな。ちょっと上、やれた？あれ？一発で死んだからヘッドだと思ったんだけど。チャレンジ完了しね。250でダメだった。残念。251とかでやればよかったか。くっす。いい敵がいねえ。まあもう敵を減らすしかねえ。めんどくさいな250。まあ、ここは通信兵が一切いないな。うん、いい感じのスナイピングスポットじゃねえ。ふっ、あ、やべ、見つかる。あ、そいつ動いちゃったよ。え、かてえな、おい。あ、迫撃砲。今普通に銃で倒せばよかった。失敗した。重装備兵。くそ、一回のクラス技能で3キルしなきゃいけないの、やばい。え、200。ん、今絶対胴体撃ったよ。250ヘッシュ終わったわ。おう。予期せぬ感じ。あ、あと一人倒してんだけどな。お前か。場所が悪い。あ、いた。こう屋内が一番敵を視認しにくいな。ちょっと こいつやるから取んないでね。俺は今もう屋内にいるから。せいやー。あ、やばい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 。バカ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 。違う違う。いや、まあ俺は別にね、命が2つあるから、普段から。あの、蘇生ドローンによって。命が2つあるから、せこいんだよな。よし。あとは 200m チャレンジだ。あれ、このアイコンはタレットかな。敵がすんごいスローモーションになってんの、どうしたの。痛い。あったー。よし。で、シルバーバッグを見つける。シルバーバッグどこ。あ、いるんだ。いるんだ。え、俺ひょっとして殺してた。あ、待って、聞いてない。シルバーバッグっぽいやついたかな今。あれ、殺しちゃったか。え、ああ、インフォメーションでシルバーバッグを見つけるって。大丈夫。ああ、インフォだったんだ。話をしたいだけだ。何の用だ。シルバーバッグを。何の用だって。奴は追ってくる方だよ。
奴はいつもこの辺りに来て、奴を追っているんですから、協力者に人間を連れ去っていくんだ。そして数日したら、その人、ありがとう。感謝するよ。話を最後まで聞け。シルバーバックの拠点の写真。はあ、はあ、3キロ先。なるほど。まあどんどん情報を追っていこう。うん、ひょっとしたらこの下水道から侵入できるのかもね、楽に。まあそういう感じ。ワンちゃん、あ、ヘリがあるな、こっち。ヘリ、あうん、ヘリ屋内にあるわ。まあこれ別にシルバーバックをまあ倒そうが倒す前が何か起こるわけでもないんだけどね。興味本位で始末しようとしている。わあ、これなんか侵入しにくいな、この立地。確かに。ちょっと周り見てみよう、遠目で。下から登るしかないんだな。あ、ちょっと待て、待て、ドローンは危ないんだよ。プロペラに当たったら壊れるんだよ、ヘリコプター。ああ、そうだったね。そういや、そうだったね。あ、これ、裏側登れそうじゃない？はい。こっち側から。本当に？こっち側から山登りしようぜ。監視塔が一つある。足腰弱いから心配だわ。それは下るときじゃない？あ、そっか、登るときは割と強いのか。そう、登るときは割と強い。あれだったな。なんもいなさそうだけど、下からは。いや、多分いるな。チェックしとこう。あ、いる。おう。あれ？通信兵いるじゃん。あ？ああ、びっくりした。これがシルバーバックかと思った。ここはウルブスの拠点だね。あ、あとね、通信兵いる。気をつけよう。いる。通信兵すぐこれ、やりそうだね。あ、のぼ。とりあえず、偵察グレネードを、ポイッと。いや、場所が悪くて。投げる前に見つかるなよ。いや、あれ投げるんじゃなくてグレポンでポンって打つんだよ。ああ、そっか。だから高いところからじゃないと。待て、うまく登れね。頑張れ。なんだその動き。あ、この辺でいっかな、もう。偵察物を。近。危ねえの。おお。あ、そんなにハイライトされてないような気もするけど、まあ。あ、また奥まで飛んでっちゃったかな。うわ、ちょっと待って、あの塔の敵を撃てる場所がないな。こっちの岩山登るか。それな。バレそうなんだよな。大丈夫かな。ちょっとこの岩山に登りたい。登れない岩山。滑ってるし。え、それは無理じゃねえ。無理か。どうしようかな。なんかさ、催眠ガスグレネード的なものがあればいいのにね。ね。あ、それは上にバレないんだ。おお。オッケー。撃つね、撃ち放題。敵いなかったから。おっと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 。誰に見られた今？わかんねえ、俺も誰に見られたかわかんねえ。やべえな、俺ちょっとすげえやべえよ。来てんだもん。一人が？一人だよ、こいつは一人。ナイス。そいつ運びてえけど見られるな。あ、ちょっとこいつをもうちょっとこっち来たら倒しちゃおうかな。オッケー。大丈夫、今気づくと同時に倒した。ちょっとこいつの死体を回収しとこう。今めちゃくちゃ順調よ。
ちょっとね、この拾うのが遅いんだよね。これやってる間にバレちゃうんだよ。あーセーフ。めちゃくちゃ遅いんだよね、担ぐのが。ちょっとめんどよくから崖下にポイしようかな。うん、それがいい。はい。あ、突っかかった。落ちました。じゃあな。よしと、よしと。あー、めっちゃ転がっていくじゃん。今度はちゃんと偵察グレネードを。どこに撃てばいいんだこれは。あそこに敵がいた。ちょっと塔登って上から撃つわ。いや俺もドローンで、ドローンで見るのが一番と。無人機が1台、電源装置あるね。まあ、ドローンで十分だな。もうランチャー兵、もう一人ぐらい通信兵がいてもおかしくないんだけど、ね、情報持ってる兵士がいるわ。あれ？あぶねえ、無人機に見つかりかけた。あのドローンはアイムって名前なんだ。なんかエイムからそのまま取ってきたみたいな名前してる。あの横の敵はやりそうだな。アルファやりそうで、アルファで。お、危ねえ。俺今完全にアサルトライフルを装備してる感覚でスナイパー撃ってた。危な。危ねえ。あの敵は多分倒すとバレちゃうな。お、ドゥ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 。あ、そいつインフォ兵士だ。インフォ兵士を確保に。うん、おお、ハロー。あれもうこいつから情報を聞ければ終わりでは。なるほど。お話したい。一度だけチャンスをやる。シルバーマック申し訳な。なら俺は何をすると思う。いや情報は聞ける、とりあえずこれで。場所はこの兵士喋ってないんだけど。オッケー、とりあえず聞けた。あとはもう用ない。一緒に戦おうか。俺まだバレてないし。姿見えないから。うわ待って、無人機来た。やめてやめてやめて。よし。おお、なんで無人機ここも。怖っ。さすがにここの上登ってこないよな。よしよし。ああ。ちょっと、何この虫。ちょっと、待ってよ。俺 EMP 持ってたはずなんだよな。ちょっと装備。EMP、EMP。あった。ちょっと待って、ドラゴンなんかやってんの。あ、そっち行こうとしてめっちゃ頑張ってる。あ、このドローンね、ドローンってか無人機 EMP じゃ壊れないわ。あ、今全然見当違いのところ投げてた気がするけど。マジで当たってなかった。じゃあちょっとちゃんと投げてみる。あ、上についに、あ、行かないか。おお、こうか。うん、そう、今範囲で。あ、スタンするだけじゃんこれ。壊れてないな。おいおいおい、勝ってー。あかんこれ。ちょっとグレポン撃ってきやがるこの無人機。これ今頭チラチラ出しながら。これ兵士より強えよ。ちょこまかと。よし。あ、ナイスナイス。おお。すげえ。今ね、
あのスナイパーとちょっとすごい泥試合よ、泥試合ってか。早く早く敵を減らすんだよ。モグラ叩き状態で今。つい。あ、バカモンだつかか。貫通できるな。まだまだ奥の方に敵が残っちゃう。ここにクレートが、武器クレート、おお、MP7 の設計図だ。はい。あ、そうか、そこスキルポイントの設計図ってか、違う、あるやん。スキルポイントの設計図。スキルポイントの設計図はやばい。そう、無限スキルポイントじゃん。ポイントよ。よし、全滅。ん？全滅した。スキルポイントの設計図はやべえわ。やばかった、ちょっと。欲しいな。これなんだ、誰か捕まってるぞ。アウトキャストか？アウトキャストっぽい。ああ。で、なんか肌の色といい、格好といい、大五郎2世みたいな格好してるわ。大五郎2世。そいつも伊藤か。うん、敵もいねえのに見つかったぞとかさ、いきなり騒ぐしさ。もう一回檻に入っとけ。距離 5.7 キロか。うん、ヘリありん。まああるけど、ファストトラベルでも。ああ、いける。うん、いけるわ。 OK、 行くわ。頼んだ。P90 持ってるけどな、すでに。やばい。あ、なんだ？ドローンが飛んでる。レベル高い P90 が作れるかもしんない。危ない危ない危ない。壊しちゃおう。え？じゃあな。待てです。ここもう拠点。はい。てか待って、ここ今ね、一瞬ね、もう目的地のね、目的地付近の兵士たちがね、突然ハテナを思い浮かべたからね、もうこの辺で警戒した方がいいと。まずもうあそこにいるじゃん。まず偵察だ。いるね。あ、ここもウルブズじゃん。まあそりゃ、え、これ地下？あ、そうだね。へぇ。あ、そういえば、下水がどうたらこうたらってあったけど、どっか。あ、ある。こっちだ、こっち。ちょっと入り口が離れにあるぞ。入り口？ほんとね。あの、調査目標ってやつ。いや、この、多分敵がみんなこの、山の中に。いると思うんだけど、その入り口が多分この辺。ほう。だからこの辺多分地上にほとんど敵はいないんだわ。向こうを目指そう。いや、これ上からグレネードポンポン投げたらもう。というかこっから入れないのかな。無理じゃん。無理だわ。死ぬと思うよこれ。うわー、これは死ぬ。え、ちょっとドローン入れてみよう。グレを放り込んだ上にさ、勝手に死んだ。何がしたい。いや、あそこでさ、後ろキーを押したらこいつ前に出やがったんだよ。知らんか。まあ、一旦引くぞ俺は。どうぞ。いやー、いやー、ほんと
後ろ押したら前進むやつおる気が狂ったゴーストみたいなもうウォーカー以上に頭おかしいいやこれどこまで握りゃいいんだよこれとりあえずこの辺でねうろちょろしてればねはい警戒が解けるかも。危ねえ、発見されたな。あとなぜかここにも敵がいる。あ、車両が来た、車両来た、車両。なんか面白い車来た。はい、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 はい。めっちゃ早い。はい。止まりなさい。待って、ウルブスの一人がなんかレアな武器を落としてるな、向こうの方。マジ、うん、あ、警戒解けた。ああ、いや、警戒解くのもおかしいけどな。なんかグレーが飛んできた上に死体が降ってきたのかな。いや、頭の処理が追いつかない兵士からしたら。あ、グローブだ。ラッキー。いやグレー投げたおかげでどんぐらいいるか分かったよ、びっくりマークで。いやなんでその体を張った偵察は。いや、てか、うん、警戒は解けちゃいないな、発見状態が切れただけで。でね、こっち？こっちを多分制圧した方がいいんだわ、この山の入り口に入るには。まだマップには映っとらんけど。ちらほら敵がいる。4人ぐらいか。偵察グレネード爆発。偵察グレネード確保。人力でしょ。あ、5人だ。なんだ、5人か。じゃあこいつやる。俺がやる。おい。お？はい、お前はもうグレネードと一緒に放り込まれてる。よしよしよし、スピーディーに、スピーディーね。はいはい。ああ待って、この車両は交戦しないでおこう、隠れとこう。ああバレると厄介だから。でそう、ここドローン飛んでるな、あっちをピン刺したところを目指すぞ。だ、子供やみんなね、中で、ね、下、うん、下、まあ念のために偵察するけど。いや上から偵察グレネードポイってやりたいけど、また後ろ気をしたら前に飛び出るバカがいるから、ね。あのドローンうち、あれくらい、ビ、ちょっとあれ活発になったら当てづらいんだからさ。スパスレッタ。あー、うぜやれ。待って、誰に見つかった？あ、下に普通にいるよ。やったマジで、それ今、後ろから発見が出たんだけど。え、今敵いた？後ろ。いや、いなかったと思う。いった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 。あいつプロスナイパーなんだけど。そこの蘇生、え、待って、先にそのプロスナを。まあいいよ。まあ、前プロスナすぎてびっくりした。お、広い。対人戦やってんのかと思った。え、プロスナ、あれか。はい。で、ここ下れば入り口がある。まあ、幸運にも。通信兵はいないみたい。それは最高。あ、俺たちの一番嫌いなやつだ。敵がどんどん湧いてくるもん。サプ外しちゃおう。マジ？今度だってもう見つかってるもん。いいよ。
なんだ、うまいぞ、あのウルブス。どこ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 。コンテナの後ろに隠れてる。オッケー。あ、P90 強え。いや。あ、いたいたいた。ああ。よし。あ、通信兵いるけどね。え、嘘。ほらほら、あれあれあれ。あ、え。いや、中に入っちゃえ。よーい、ちょっと。どっから入る？こっから入れるわ。ああ。あ、暗い。ここ、サーマル使おう。サーマルだ、ナイトビジョンか。いや、姿消した状態になってるから、サブつけ直そう。お？あ、いた。暗くてわかんねえな、あれ。待って、まだいんの？わかんねえって。あー、もうね、これはね、これは敵と会うたびに殲滅していくしかないですね。だってこんなところじゃね、ドローン偵察もしにくくて仕方がないし。サブ外しちゃおう。お、DMR まだ来た。そこにいるぞ。ナイファーだ。いや、もうこんな真正面で戦うしかないのに。ここ入り組んでんな、なかなかに、ね。あ、シルバーバッグ、あのアイコンじゃないか。え、待って、これここなら偵察グレネードいけんじゃね。やってみて。おお、天才。丸見えですな。あんたはさっきここに落下したのか。ここに落ちてた。通信兵やと。オッケー。通信始めようとしない通信兵ね。ほら、上から撃ちまくれ。あ、上に登ってきた。あ、登ってきた。いった。ショットがマジ痛い。ウルブス、思いのほかアグレッシブなんだよな。ほとんど下にいるな。下下るか。まだどういう打ち方。くらえ。痛い。マジマジマジ痛い。どこにいる。情報回収。何、情報回収って。エンベレムも。あれ、待って、シルバーバッグいないじゃん、ここ。あれ？排除した？え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 ？だ、誰？俺が倒した？あなたが倒した？あ、いたいたいた、これ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 。え？これ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 。どれ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 ？マジでこれ。どれ？どれ？これ。あ、ほんとだ。ほんとだ。流れで倒したってじゃん。全然気づかなかった。あ、つかレジェンダリーの武器もらったじゃん、シルバーバックの。レジェンダリーっていうか、エピック武器じゃん。あ、エピックか、多分エピックか。体力が少ないとボーナス増加だって。ボーナスって何のことだ。あ、まあいいや。あれ、カジバ力的なあれじゃねえ。あ、一応アップグレードできるんだ。なんかさ、バーン、俺がシルバーバックみたいな感じで、バトルが始まんないからさ、本当にいつの間にか死んでるんだよね。さて、回収できるものは回収しちゃおう。シルバーバックが残した証拠。先祖の像に守られる洞窟へと続いているという歌の一節が記されている。何残っちゃう？何残っちゃう？いや、よくこんなところ、ねえ。グレネードと共に落ちようと思ったね。もう俺思ってない。じゃあ俺ちゃんと しっかり後ろのボタンを押して下がろうと思ったら前に出ちゃったっ。いや、あの後ろに下がろうとしたらちょっとね、あの前かがみになってから後ろに振り向くタイプだったんだわ。
いや、スキルポイントくれと上か。明るい。おお、あ、何これ、ショットガン。KSG ショットガン。サプレッサーなんてあるわけね。え、これどういう時に使えば。敵にバレた時じゃない、知らんけど。で、ああ、この人いつ会ったっけ。ああ、あの、またまあこれはウルブスの、まあウルブスっていうかウォーカーの部下の一人かが、これはドローン使いの人なのかな。この人に関するミッションも発生してるわ。まあしてるけど、今日はとりあえずこの辺にしますか。もう12時前か。はい、はい、また続きは今度で。